バサラブカまたは、バサラブアサ、英語、ハウス・オブ・ボスラブ、または、ベザラブ、ベザロットとも綴る。ルーマニア語、ディーノスティア・ベイザラブラーは、ワラキア公国の成立に重要な役割を果たし、ワラキア公を輩出した家系である。モルダビア公を輩出したボグダンムシャ家とも血縁がある。ワラキア公国は、選挙君主制をとっており、公は、 バサラブ家の男子生員の中からボヤールにより選ばれた。1436年に、アレクサンドル一世、アルデアの知性が終わると、バサラブ家は有力な文家であるダネシティ家とドラクレシティ、家が互いに、自らの正当性を主張し合って分裂した。後に、ダネシティ家の男系子孫が絶え、代わりに、クライオベシティ家がこの争いに加わり、ネアゴエバサラブ、マテイバサラブ、 コンスタンティン・シェルバン、シェルバン監クジのコンスタンティン・ブルンコベアヌラが行為を争った。ワラキア公としてよく知られる人物として、ミルチャ一世、ダン二世、ブラド二世、ブラド三世、ブラド総公、ラド四世、アフマチのラドラがいる。加盟は、ハンガリー王国からワラキア公国独立を勝ち取ったバサロブ一世にちなんむ。ドラクレシティの家の紋章この名前は、クマンゴ。 または、ペチェネグ語などのチュルク語族の言語に由来し、父なる支配者という意味であったとする説がある。ベッサーは、統治するという動詞の現在分詞であり、キプチャク語群には時代によらず現れる語であるためである。ルーマニア人で、歴史家のニコラ・ヨルガは、名前の後半部であるアバは名誉称号であり、テルテロバ、アスラナパ、ウルソバなどの多くのクマン人の名前に現れる。 と主張している。バサーラブの父、トコメリウスも、13世紀のクマン人及びタタール人の間で一般的だったトック・タミールという名前を持っていた。ロシアの年代記では、1295年頃、クリミアにモンゴル帝国の王子トクトマーがいたとされており、トコメリウスはこの人物であると否定されている。ただし、名前の起源をクマン語、または ペチェンレグ語に求めるのは、推測に過ぎず、歴史家の間で論争になっている。同時代の人々は、バサラブ家は、ブラフ人であると考えており、ハンガリー王カーロイン一世は、ベザラブ・インハデリス・オリカス・ノースター、バサラブ、危険極まる、ブラフ人という言葉を残している。バサラブの名は、現在のモルドバ共和国及び、ウクライナの一部を指すベッサラビアや、ルーマニアのバサラビ、 モルドバ共和国のバサラベアスカ、ブルガリアのバサルボボなどといった地名に残っている。また、イギリス女王エリザベス2世は、ハンガリーの伯爵令嬢レーデイ・クラウディアを通じて、スタンカ・オブ・バサラブの子孫である。エリザベス2世は、串刺し公として知られる、ブラド3世の15代の孫にあたる。ありがとうございます。